新時代到来 No.I. ロックインジャパンで新たなファンを獲得。音楽の力で心をつかむ。n ア i ロックインジャパンで新たな可能性を開く。さらなる活躍に期待。ロックフェスという場所には、特別な魔力が存在する。それは音楽だけでなく、そこに集う人々やパフォーマー、そしてその瞬間に生まれるエネルギーによって形作られるものである。 ロックインジャパンフェスティバルでのナンバーアイの初出演も、その一例と言えるだろう。このフェスは、単なる音楽イベントではなく、多くのアーティストやファンにとって、青春の1ページを刻む場所であり、彼らが共有する特別な空間だ。ナンバーアイのメンバーがこのステージに立つことは、彼らにとって大きな挑戦であり、同時に新たな扉を開く瞬間でもあった。彼らの出演が発表されたとき、 多くのファンが喜びと期待を胸に抱いた。しかし、同時にフェスの観客たちがどのような反応を示すのか、未知の領域に足を踏み入れるような不安も感じていたに違いない。ナンバーアイは、これまで主に国内でのライブやコンサートを中心に活動してきたが、フェスという大舞台では異なる観客層に対してどのように自分たちをアピールするかが問われる。特に、ロックインジャパンのようなフェスは、 ロックというジャンルに深く根ざしたイベントであり、その場でどれだけのインパクトを残せるかが非常に重要だ。フェス当日、彼らのパフォーマンスは多くの人々の心を捉えた。ステージに登場した彼らの姿は、通常のライブとは一線を画すものであり、T シャツというシンプルな衣装ながらも、そこに込められた思いは一際強かった。その日、太陽がさんさんと照りつける中、 彼らのパフォーマンスはまるで青春の一ページを鮮やかに彩るようだった。特にゴトという楽曲が披露された時、その瞬間の会場の熱気は一気に最高潮に達した。通常、フェスでは観客がトイレやフードエリアに向かうことが多いが、この瞬間、トイレがガラガラだったというエピソードからも、彼らのパフォーマンスがいかに観客を引きつけたかがわかるだろう。ネット上では、 富士からの盆のつなぎのアレンジが非常にかっこよかったという声や、周りの観客が一体となって盛り上がっていたというコメントが多く寄せられていた。特に印象的だったのは、会場全体が彼らの音楽に引き込まれ、性別や年齢を問わず、ゴートのコールが飛び交ったという点だ。これは、単に楽曲の魅力だけでなく、ナンバーアイのパフォーマンス力が観客の心をつかんだ証拠と言えるだろう。また、 MC のコーナーでも彼らの個性が光り、岸くんが360度の観客がいると言い放った場面では、そのユーモアが観客を笑わせた。実際には180度の観客だったが、その発言は彼らのリラックスした雰囲気を象徴しており、観客との距離を縮めるきっかけとなった。彼らのパフォーマンスに対する観客の反応は非常にポジティブで、特に5度の2回目の披露では、観客が一緒に声を出して盛り上がったという報告があった。 通常のバンドファンやロックファンとは異なる層にも彼らの音楽が響き、その場にいた男性たちも、ゴートのサウンドに心を奪われた様子だった。このように、フェスという場での経験は、ナンバーアイにとって新たな挑戦であったが、それは成功を収め、彼ら自身もその手応えを感じたに違いない。また、今回のフェスでの経験は、彼らにとって大きな成長の一歩となったことは間違いない。フェスの観客は、 通常のライブの観客とは異なり、アーティストの本質を見抜く目を持っている。そこでどれだけのインパクトを残せるかが、アーティストとしての評価を左右する。ナンバーアイは、この試練を見事に乗り越え、観客の心をつかんだ。その証拠に、彼らのパフォーマンスが終了した後も、ネット上では彼らへの称賛の声が絶えなかった。このフェスでの経験を通じて、彼らはさらに自信を深め、 次なるステージへと進んでいくだろう彼らの音楽は、単に楽曲としての魅力だけでなく、彼ら自身の人間性やパフォーマンス力が加わることで、より多くの人々の心に響くものとなっている。今回のフェスでの成功は、その一端を示すものであり、これからの彼らの活動にさらなる期待が寄せられる。ロック・イン・ジャパン・フェスティバルでのパフォーマンスは、彼らにとって一つのマイルストーンとなったが、それは終わりではなく、 新たな始まりであるこれからも彼らは、さらなる挑戦を続け、多くの人々に感動を与え続けるだろう。その道のりは決して平坦ではないが、彼らの音楽に対する情熱と努力があれば、どんな困難も乗り越えられるはずだ。今回のフェスでの経験を通じて、彼らが感じたことや学んだことは、今後の活動に大いに役立つだろう。彼らの音楽は、 これからも多くの人々に希望や感動を与え続けるだろう。そして、その先には、さらなる成功と成長が待っていることだろう。これからも彼らの活躍を見守り、応援し続けたい。彼らが次にどのようなステージで、どのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、非常に楽しみである。彼らの音楽は、今後ますます進化し、より多くの人々の心を動かす力を持つようになるだろう。 今回のロックインジャパンフェスティバルでの経験は、その一歩を象徴するものであり、これからも彼らは新たな挑戦を続け、多くの人々に感動を与え続けるだろう。その旅路を共に歩むことができることを、心から楽しみにしている。今回のフェスでの経験を通じて、彼らが次にどのようなステージで輝くのか、非常に興味深い。彼らの音楽は、これからも多くの人々に希望や感動を与え続けるだろう。 そして、その先には、さらなる成功と成長が待っている。彼らの音楽がどのように進化していくのか、これからも目が離せない。彼らのこれからの活躍に、大いに期待したい。ロックインジャパンフェスティバルでの彼らのパフォーマンスは、多くの人々に感動を与えた。しかし、それは単なる始まりに過ぎない。これからも彼らは、新たな挑戦を続け、 多くの人々に希望と感動を届けるだろうその旅路の先には、どんな未来が待っているのか、非常に楽しみである。彼らのこれからの活躍に、心から期待している。ロック・イン・ジャパン・フェスティバルでのナンバー・アイのパフォーマンスは、多くのファンにとって忘れられない瞬間となったが、彼らにとっても大きな意義を持つ出来事であった。このフェスは、彼らの音楽がどれだけ多くの人々に響くかを試される場であり、 その期待に依えただけでなく、それを上回る成果を収めたと言える。彼らがステージに立つたびに、その場のエネルギーは増し、観客との一体感が生まれる。その瞬間は、音楽を通じて人々が一つになり、言葉を超えた感情の交流が生まれる瞬間だ。彼らのステージが終わり、観客が会場を後にするとき、その余韻は長く心に残り続けた。ネット上でも、 彼らのパフォーマンスに対する称賛や感動の声が数多く寄せられ、彼らの存在感がより一層強固なものとなった。特に、初めて彼らの音楽を聴いた人々が、その魅力に引き込まれたという声が多く見られた。このような新たなファンの獲得は、フェスという場での成功を象徴しており、彼らが持つ音楽の力が、多くの人々の心に響いていることを証明している。また、 彼らのパフォーマンスに対する反応は、彼ら自身にも大きな影響を与えたに違いない。アーティストとしての成長は、こうしたフィードバックを通じて加速される。観客の熱狂や感動を直接感じることで、彼らはさらなる創造性を引き出し、次のステージへの意欲を高めることができる。今回のフェスでの経験は、彼らにとって一つのターニングポイントとなり、 今後の活動において新たな方向性を模索するきっかけともなった。彼らがこれからどのような進化を遂げるのか、非常に興味深い。ロック・イン・ジャパン・フェスティバルで得た経験は、彼らにとって一つの学びであり、それを次のステージへとつなげる力となるだろう。彼らの音楽が持つ力は、今後ますます強くなり、より多くの人々の心に響くものとなるだろう。このフェスでの成功は、その序章に過ぎない。 彼らはこれからも挑戦を続け、新たな音楽の世界を切り開いていくだろう。また、彼らの音楽が持つ普遍的なメッセージは、時代や文化を超えて多くの人々に受け入れられる要素を持っている。ロックインジャパンフェスティバルのような国際的な舞台での成功は、彼らがそのメッセージを広く伝えるための第一歩となるだろう。これからも彼らは、その音楽を通じて人々に希望や勇気を与え続けるだろう。そして、 その先に待つ新たな挑戦に対して、彼らは一層の覚悟を持って臨むことだろう。今後、彼らがどのようなステージで、どのような音楽を届けてくれるのか、その可能性は無限大である。ロック・イン・ジャパン・フェスティバルでの成功は、彼らにとって一つの到達点でありながらも、新たな旅の始まりに過ぎない。彼らの音楽がどのように進化し、どのように多くの人々に影響を与えるのか、その未来は非常に明るい。 彼らの音楽には、まだ開かれていない多くの可能性が秘められている。その可能性をどのように引き出し、どのように新しい世界を創造していくのか、それは彼ら自身の手に委ねられている。しかし、彼らがこれまでに示してきた情熱や努力を見る限り、その未来は非常に期待できるものである。彼らがこれからも音楽を通じて、多くの人々に感動を与え続けることを願ってやまない。 これからの彼らの活動において、どのような新たな挑戦が待ち受けているのか、それを想像するだけでワクワクする。彼らの音楽が持つ力は、今後ますます強くなり、より多くの人々の心に響くものとなるだろう。ロック・イン・ジャパン・フェスティバルでの成功は、その序章に過ぎない。彼らはこれからも挑戦を続け、新たな音楽の世界を切り開いていくだろう。